ここんんんにちはこんばんはばゆるのりです今回はフィット r s 購入妄想ということでですね <laughs>、ウェブ雑談していこうと思います。まあ、先日もね、フィット r s 試乗してですね、動画を上げたんですけども、いや、予想通り良かったです、すごくね。うん。まあ、このフィットね、やっぱり RS あった方が、うん、盛り上がると思いますね。いや今回はすごく フィット RS が追加されてね、いいマイナーチェンジになったと思いますね。もう、あの、乗ればめちゃくちゃいい車なんでね、フィットね。うん。現行フィット、すごく乗り味はすごくいい。やっぱり、あの、ちょっとね、うん、最初の,の戦略が間違ってたと思うんですよね。フィットネスとかね、うん、あんまりやっぱり外したと思うんでね。この分かりやすい RS っっていいいうグレードができたたすすごい良かったと思いますようんこれで人気が、うん、上がるんじゃないですかね、うん。このフィットのちょっと優しい顔がねこの RS のグレードですごく精悍な感じが加わるしね可愛いい感じで、うん、ちょっぴりスポーティーって感じがすごくいいですからね。 いや乗ればね、もともとこれすごいいい車なんですよ。乗り心地もいいしね。それでいて、走る楽しさもあるし。それがこの RS っていうのが追加されてあのエクステリアでもね、走る楽しさとかかっこよさが少しアピールできてるしね。いや、ちょっと欲しくなる1台ですよ、これ。割と値段もね、手が出しやすい。200万台。後半で済むんじゃないですかね、いろいろつけても。 それで EHV で燃費がいいからね。あとコリンパクトサイズで乗り回しもいいし、それで中が <coughs> いろんなものが乗るしね、これ一台やったら本当大満足ですよ。うん。若い人から年配の人までもうすごくいいと思う。ちょうどいいですよね。SUV なんかよりもずっと扱いやすいし、やっぱり SUV よりも背が低い分ね、キビキビ走れるし、うん。 楽しさがありますよ、ね、なのでこれ購入 <laughs> 妄想ね購入するってわけじゃないですけど購入妄想をやっていこうと思いますまずねまず EHEV ですね RS の EHV もうガソリンモデルは11月中旬にならないと出ないんでガソリンモデルが、うん、第一希望っていう人はもうちょっと待たないといけない今回は EHEV 色ですね。色は今、クリスタルブラックパール。これだと、あの、唯一有料色じゃないので、この値段ですね。この値段からスタート。これにまた、メーカーオプション、ディーラーオプションとつけていくわけですけども。今、メーカーオプション1つついちゃってるのは何だろう。あ、これはホンダコネクトプラス、フォーギャザーズか。これはもう、素の状態に近いですね。これちょっといじって、カラーを。この色だめか。 白ねまあ、これ選ぶ人多いでしょうね何割ぐらいこれにするんだろうプラチナホワイトパールこれは3万3,000円高くなっちゃうんですけどうんやっぱり一番いいわもんねうん僕もこれにするかもな <laughs> まあ白ばっかりで面白くないんですけどねでもこのフィットにはやっぱ白合うよね白と黒のツートン RS ってねこれツートンみたいになってるんですよね バンパーも結構ブラックの面積大きいしピアノブラック塗装されててかっこいいしでこの下の方もずーっとこれあのピアノブラックで覆われてる感じなんですよねここもね、うん、ここのリアバンパーもピアノブラックでドアミラーも標準で黒になってるし、うん、ブラック塗装されてるシャークフィンアイトナムもブラック塗装されてるから白でうん ブラックと白のツートンって感じじででいいいんじゃないですかね僕ねこの RS ねちょっと黒のホイールだったらもっと良かったんじゃないかなと思うんですよね、まあ、最近ブラックホイール流行りなんですけども、うん、僕が乗ってるシビックの EX もブラックホイールすごいかっこいいんですよねこのブラックホイールだったらよかったかなこのホイールも悪くないんですけどちょっと高くしてもブラックホイール にしたいなって気もするねそうするとすっごいかっこよく見えると思うんだけど、うん、まあこのホワイトパールね他の色もちょっと見ていきますかこの色ですねこのプレミアムサンライトホワイトパールこれ微妙なんだよなこれ RS にちょっと僕は合ってないような気がするんだけどちょっと優しい上品な感じなんですよねこのちょっと水色がかった白でね光の当たり方でうん 色がちょっと変わる水色にも見えるし、まあ、白っぽくも見えたりするし深みのある白なんですけどちょっと優しくてエレガントすぎるなっていう <laughs> RS で悪くないですけどね値段もちょっと高いんですよね5万5千円の有料色なんで高めの白なんで、まあ、よっぽどこれが好きならいいですけどね僕はこの色はちょっと選ばないと思います多分次が「メテオロイドグレーメタリック」 RS には2色ねグレーがあるんですけど、うん、1つがこの濃いめのグレーですねメテオロイトグレーって隕石グレーっていうのかな <laughs> 隕石灰色っていうことかな、うん、これもいいですねこれもかっこいいよねやっぱブラックホイールにしたいよなこれうんそれだったらこういう黒目のボディカラーでもすごいかっこよく見えるんだよなまあいいけどこれも有料色3万3000 僕ねこれが意外といいかなと思うんだけどなこれプレミアムクレスタルレッドメタリックこれいいでしょう <laughs> これで見ててもいいしあのウェルカムブラザー青山だっけうんあそこのホンダの本社のところにこの赤展示してあったみたいだけどかっこよく見えたもんなすごいん実物のやつかっこい,いと思うちょっと高いこれも有料色5万5000円の でもこの赤と黒のねうんちびくタイプ R もねこの赤が良かったフレームレッドって赤なんですけどあれ僕一番人気の色一番の色にしたんですけどこのフィットでも意外とこれいいよな僕もしかしたらこれにするかもしんないこれいいかもしんない他の人とちょっと差をつけるっていう意味でね白はやっぱり、うん、ほとんど白になるのかなと思うんで67割白を選ぶ人多いと思うんで。 これありかなと思うちょっと高めの有料色だけどすごいかっこいい赤だからこれそしてこれがイメージカラーだよね今回のフィットの RS のスレートグレードパールこの前僕が借りたのもこれだった、うん、これもいいですねこ,こっちはちょっと明るめのグレーですよねさっきのメテオロイドグレーは、うん、ちょっと暗めのブラックっぽい青グレーですけどこっちはちょっと白っぽいグレーですね この色なんかこういう色多くなってきたんですよね最近ね <laughs> この色は行りですよねうん悪くないです全然これ選んこれもいいかもしれないですねあとはこれで全部かこの6色かなうんまあこれでいきますかこのままでいきましょうかこれも3万3000の有料色だこの状態でうん 248万2670円ね処刑費入れるってそしてだけどねやっぱりこっちすると思うんですよねみんなホンダコネクトディスプレイ ETC2.0 こっちはねナビがつけられる状態っていうだけで何にもナビとかないガランドになっちゃうんで結局ナビを10万から20万でつけなきゃいけないからこっちは9インチのナビがついてプラス ETC2.0 とのセットだから。 まあこっちの方が世話なしでまあコスパもいいかなって感じするからこっちでしょうねみんな多くの人こっち選ぶと思うそうすると結局この値段になっちゃうんですよね268万になっちゃうんですよこっからスタートって感じですねこれにディーラーオプションですねなんだかんだ言ってやっぱ300万近くいきますよねあのいろんなオプションつけたい,い人は結構300万近くいくと思いますじゃあ僕のはどういうふうに選ぶか フロアマットはまあ大体つけますよね。うんまあ社外品つけてもいいですけどまあ世話なしなのはやっぱりつけた方がいい。そんなにフロアマットも高くないねフィットだと。プレミアムタイプでも28,600円だからうんこれでいいんじゃないですかね。スタンダードも17,600円だけどやっぱプレミアムマットの方が良さそうですよね。これぐらいだったらこれにしましょう。うん取り付け量が。 何気にこういうところも見ないといけないですよ。1万フロアマットでも1800円工賃かかるっていうことね。うん。あとはドアバイザーとか。僕はタバコとか吸わないしね。最近つけないですね。うん。まあ、タバコなんか吸う人とかね。ちょよく窓を開けたがる人はこれつけてもいいかもしれないけど、まあ、ちょっと風切り音とかの発生源とかになるし、うん。最近つけない人多いと思うんですよね。あとはいろんな。こういう。 ナンバーを囲むやつとかね好きな人はどうぞって感じですけど、まあ、僕はあんまりつけないですね <laughs> 最小限にします大体エクステリアもフォグライトこういうのも意外とお金取られますからね3万円こういうのねかっこいいですけどねイエローのフォグライトでも結構これ3万3000円プラスコ,コーチンが結構かかる食費と一気にコーチンが2万ぐらい取られちゃうんですよねだから結局 ホグライトつけるだけで3万3000円プラスこのねガーニッシュもいるから1万6500円だ5万円以上取られるんですよね5万どころじゃないねコーチンが2万もあるん <laughs> だからだからホグライトとか結構つ、うん、けると意外と上がっていっちゃうからねこれは絶対つけた方がいいと思うな僕これつけますねオートリトラミドルこれでドアで六 ロックするとドミラーがたたまれるやつ多くの車は標準装備なんですけどこのフィットね標準性ないんで1万1000円かかっちゃうんですけどやっぱこれつけた方がいいですよね駐車する時に、ね、ドアミラーがたたまれるし鍵かかってんなっていうのが目視でわかるしねあの駐停車でうんドアミラーをバーンってたたかれちゃうこともないから少なくなるからこれつけますね。11, 000円 コーチンがやっぱ1万円ぐらい取れちゃうね1000 1円ぐらい取れちゃうから2万円以上かかっちゃうけどこれはつけますよあとはまあ好きな人はどうぞって感じのやつですね絶対必須ってやつではないかなとエアロパーツは RS ないですよねうんもう全部ついちゃってるホイールまあ僕がさっき言ってたホイールブラックっぽいやつがいいならこっちの ホイールにするっていうのもあるだけどねまあ好きな時人はあの途中でね 1, 1ヶ月点検とか6ヶ月点検の時に付けてもらったりするといい,い,いかもしれない外見が変わったり走りが変わったりするのが楽しめるから変化がインテリアはまあドラレコですかねドラレコは前後タイプでつけますかね多くの人これ付けるかもしんない最近。 なんか物騒な世の中になってきたからね <laughs>。これもつけて、これも7万ぐらい取られますよ。結局コーチに合わせてね。あとはまあどうでもいいよね <laughs>。どうでもいいってことないけど、ワイヤレス充電置くだけ充電うんまあつければ便利かもしれないね。2万2000。デュクスは確かこれ標準ついてんじゃなかったかな。うん、これはまあ好きな方はどうどうぞって感じですけど、まあ僕はいいかな。 あとフットライトのんだかなとかありますけどライト系ねこういうの結構高いですようーんあの取り付けたいとこ高いんですよね <laughs> まあだから安く仕上げるんだったらいらないってもう割り切った方がいいと思います僕はいいですこれインテリア打つたらいいですねこれね <laughs> これいらないでしょだってこれまあ好きな人は付けてもいいですけどねうーんもう 鍵とかもう最カードでいいかなとかもうスマホで開けられるようにしてほしいなって感じもするけど最近キーカバー本革製とかあるんだ <laughs> ペット飛び出し防止リードとかこんなんつけつける人いいんだ <laughs> これディーラーでつけるもんなのペットシートマーペットシート シートマットとか売ってんだな結構ペットうんペットに金かけるからな <laughs> ペットを飼ってる人こういうのに金かけるのにもう全然いとわないですもんね結構いろいろな種類あるんだなペットな <laughs> 何このペットインテリアステッカーとか肉球だって <laughs> まあこの RS でこれつける人いないねペットセンターキャップってペットのインテリアグッズ多すぎだろ ラゲッジトレイとか便利でいいかもね。ラゲッジソフトトレイとか。ラゲッジカバー。うーん、まあ僕はいいや。<laughs> ケチる。<laughs> ケチる方だから。まあ乗り換えが早いっていうのがあるんでね、僕ね、結構最近。乗り換えサイクル早いから。キャリアシステムなし。オーディオビジュアル このシックススピーカー、Z、いいでですすよよね、ね。んと。とちょっと魅力的なんですよ、ね、この、K、のムスピーカーカいい音するんでねこれ付いたモデルを「ホンダイブリ GO」で借りたけどねまあそれなりにやっぱり音は良くなると思うんでねただちょっとフィットは音響空間としてどうかなあ,どうあんまりうんそんなにいいかなって感じしなかった。 うん感動するのはしなかったんでまあ僕は今回もいいですこれ <laughs> はいそうすると結局280万4948円うんまあ結構これ僕は最小限にしたつもりなんでディーラーオプションも結局3個だけだもねうんねそれだったらこんぐらいで済むんだなっていうまあこれをどういうふうに払っていくかなんですけどね まあ、残価設定プランを選ぶ人多いかな僕みたいに乗り換えサイクルが早い人はこういう残価設定プランがうんありがたいんですよね1回当たりの支払い額が少なく済むから60回だったら頭金10万ぐらいで、まあ、3万7,900円で乗っていけると、まあ、僕の金銭感覚だとやっぱり月々のローン代が2万から3万ぐらいだと助かるなっていうのもあるんでね ちょっと37,900円でも結構手痛いなって感じしちゃうな。結構のり、5年後の残価がたった7七万しか残らないんだ。うん。ちょっと寂しい残価率ですけどね。キャンペーン金利じゃないのも寂しいな。3.5%。パーん。えっとね、僕ね、この前ディーラーさんでこれ試乗してる間、 英勤マンさんがあの実際の見積もりも作ってくれたんですよね。これはあの担当の方がねあのいいと思うか感じで作ってくれたんですけどスレートグレーパールにしてるこれもやっぱりね。それだと結局これは多分 ETC2.0 とホンダコネクトディスプレイの最初からついてる。 本体車両価格ですね257万7300円これに付属品とか24万4二十万2 0万4875円この内訳がプレミアムマット、うん、これは前後のドアライコですねやっぱり7万1500円これは付属コーチン込みの値段ですねドアレーズをつけてくれたんでこれいらないな2万1780円これいらないね ETC2.0 のセッットアップ量これ用意意意味わかんないですよね。ETC2SU 還元とか最初からこんなに入れなくてもいいのに。G コスメこれはあれかなうんあのコーティングかなまあ僕あんまりつけないんですけどね。まあ今回つけてくれてる。それつけて結局この見積もりだと 総額が296万7,445円になっているこれをどんな支払いプランくるんだかっていうとやっぱりこの担当の方も60回の残価設定プラン組んでくれてる頭金30万入れてこれボーナス払い適用させてんだ1月と7月は5万円でそれ以外は2万8,800円うんこれだと助かる感じだね うん、ボーナス払いがちょっと大きいけどあの5万円だけどこれぐらいならねいいかもしれないね28,800円だったらいいね頭金頑張って30万用意してその後2万円3万円弱払っていくっていう感じ、まあ、ちょっとボーナス好きだけ5万円頑張って払ってそれで乗り始められるという感じですねこれぐらいだと確かにいいかもしれないこっちにはバリフォっていうのは2回にこの分けてるんですよね およそ大体300万ぐらいの見積もりですけどこれ300万を大体2回で分けようって感じになるのかな最初に233万5542円払って5年後にまた払うんじゃないかな5年後にいくら払うのかなうんまあこれあんまり使わないでしょうね最初に初回230万も予想しなきゃいけないけすね <laughs> まあ、とにかかく確かこれ2回でで分けるってやつですよ、ね、確かうん多分この残った金額を手数分割手数料入れて最後に払うっていう5年後に払うっていうやり方じゃなかったかな分かんないですけどまあそんな感じでまあ300万であれば結構うん普通に乗っていけるのかなっていうでまあ月々に3万ぐらいのお支払いプランなら無理なく組めるんじゃないかなっていう。 感じですよねうーん悪くないと思うんですけどね、まあ、これでもう納車が今の時期申し込むんだったらまだ割と早めに手に入るみたいだしねいいかもしんないですねそんな形でちょっとフィット RS の購入妄想を雑談していきましたそれではこの辺で終わりにしますどうもご視聴ありがとうございました失礼しますさよなら